俺の名前は龍崎翼。もうすぐ進学を控えた18歳の高校生。俺は授業中の態度も真面目で、性格もおとなしい方だ。時々クラスメイトと喧嘩することもあったが、大きな問題を起こしたことはない。平穏無事に高校生活は終わりを迎えられる。俺はそう確信していた。しかし、同級生の長谷川秀明がそれを許してはくれなかった。生意気なんだよ、翼！背後から秀明の下品な声が聞こえた。またこいつか、うぜえなと思った瞬間、頭に激痛が走る。どうやら俺は金属バットで思い切り殴られてしまったようだ。嘘だろ。目の前が白くなり、足に力が入らなくなる。意識を失いそうになる恐怖は一生忘れられそうにない。ついにやってやったぜ。卒業までにこいつを締めねえと気が済まなかったんだよな。秀明が何やら勝手なことをほざいている。ただぶん殴るだけじゃ気が済まねえ。これまで俺を無視したお詫びもしっかりいただかねえとな。そう言いながら、秀明が俺のポケットをまさぐる。こいつ、全然金持ってねえし、たった1万円程度じゃ、お詫びになんねんだよ。俺が覚えているのは、ここまでだ。翌日、俺は病院で目を覚ました。よかった。まだ生きてるみたいだ。まだまだやりたいことがたくさんあるのに、あの世に行くなんてごめんだからな。この時、父と母の存在に気づいた。俺が目を覚ますまでずっと見守ってくれていたらしい。ずっと見ててくれたのか。親父もお袋もありがとう。ああ、まだ痛みはあるけど、全然大丈夫だよ。すぐにでも学校に行ける。というか、学校に行かなきゃ。学校に行きたいと言っているのに、余計なことを考えず治療に専念しろと言われてしまう。そうもいかないだろ。だって試験はあさってじゃないか。こんなところで寝てる場合じゃない。最後の追い込みをかけなきゃ。俺はこの2日後に第一志望の大学の試験を控える身だった。なんとしても通いたい第一志望の大学。この1年間、この大学に合格するために頑張ってきたと言っても過言ではない。しかし、その時、病室にやってきた医者に残酷な現実を突きつけられてしまう。絶対安静って嘘だろ。医者の先生と両親は、残念だが試験は諦めろという。叫んなよ。俺は何も悪いことしてないじゃないか。全部、いきなり殴ってきたあいつのせいだ。こんなことで、あの大学を諦めなきゃいけないのかよ。理不尽にも程がある、この状況。俺は、秀明に対して、言葉にできないほどの怒りを感じた。絶対に許さねえ。俺だけこんな目に遭うなんて、間違ってる。拳を握りしめ、悔しがる俺を、両親は懸命に慰めてくれた。その後両親はもうすぐ祖父が来ると伝えて帰宅。できることもないのでもう一眠りしようと思ったその時、病室の外からブオンブオンという大きな音が聞こえてきた。人の神経を逆なでするみっともない改造が施されたゴミのようなバイクの排気音だ。まさか、あの野郎が来やがったのか。嫌な予感は見事的中。不愉快な排気音が止まった直後、病室に秀明がやってきた。生きてやがったが。秀明は俺を見るなり、そう言った。俺をこんな目に合わせておいて、悪びれる様子が一切ないのが腹立たしい。
言っとくけどな、お前がこんな目に遭うのは自業自得だぞ。全部俺を無視したお前が悪いんだ。勝手なことをほざく秀明。お前のせいで大学の試験を受けられなかった。どうしてくれるんだ。それも全部お前が悪い。いずれ受けなきゃいけない罰がたまたま試験と被っただけだ。っていうか、お前なんかが試験受けたって無駄だろうが。聞いたぜ、超難関校目指していたらしいじゃねえか。どうせ試験には落ちていたんだ。余計な手間を省いてやった俺に感謝しろ。やはり秀明は自分が悪いことをしたとはこれっぽっちも思っていないらしい。てか、足りねえんだわ。足りない？何のことだ？俺への慰謝料だよ。ふざけるな。なんでお前なんかに慰謝料を払う必要があるんだよ。お前、3年間ずっと俺のこと無視していたじゃねえか。お前がくだらない言いがかりばかりつけてくるから相手にしなかっただけだろうが。お前に相手にされなかったせいで俺の心はズタズタなんだよ。この慰謝料はたった1万円じゃ収まらねえ。おい、今すぐこの病室から出て行け。わけのわからねえこと言ってんじゃねえよ。出て行くのはお前だ。俺はな、お前の顔を見るだけで不愉快なんだ。さっさと消えろ。俺が言い返すと、秀明は俺の寝ているベッドの足を思い切り蹴飛ばした。俺はお前に出て行けって言ってんだよ。そんで浮いた入院費を俺への慰謝料として家まで持ってこい。ふざけるのもいい加減にしろや。誰がそんな理由で慰謝料なんか払うもんかよ。病院の人間を呼んでやる。ちょっと待ってろ。俺はベッドのそばにあるコールボタンに手を伸ばそうとした。ちくしょ、いって。少し動いただけで頭に激痛が走った。秀明は痛みに苦しむ俺を見ながら満足そうに笑っている。ボタン一つ押せねえのかよ。だっせ。誰のせいでこうなったと思ってやがる。病院の人間一人満足に呼べねえんだな。そう言って秀明は立ち上がり、ベッドを囲っているカーテンに手を伸ばした。何をやっても誰も呼ばれない。こりゃやりたい放題できるぜ。直後、秀明はそのカーテンを引きちぎった。何してんだ。今からこの病室思いっきり荒らしてやるわ。お前の態度イライラするからちょっと暴れさせろや。カーテンを引きちぎるだけでは飽き足らない秀明。窓ガラスを割り、テレビも破壊。そしてなんと病室の窓から破壊したテレビを放り投げた。一回やってみたかったんだよな、これ。なるほど。確かに超すっきりするぜ。おい、翼。隣の病室からテレビかっぱらってこいや。もう一回やりて。ガシャンという凄まじい音が聞こえてきた。テレビが地面に叩きつけられて壊れた音だ。その後も秀明は大暴れ。5分もしないうちに俺の病室はボロボロにされてしまった。そろそろ音を聞きつけて誰か来るかもしれねえな。翼、俺はそろそろとんずらするから言い訳頼んだわ。てめえだけは絶対に許さねえ。はあ？復讐してやる。俺の身に何が起きようとお前だけは絶対に潰してやるからな。復讐と聞いた秀明は腹を抱えて笑い出した。ボタン一つ満足に押せねえ奴がどうやって復讐すんだよ。笑わせんじゃねえ。それにあ、なんだよ。組長の親父がいる俺に復讐すんな。組長？そうだよ。俺の親父は長谷川同盟の組長なんだぜ。
長谷川同盟ね。さあ、お前程度の人間でも知ってる凶悪組織だ。それに親父だけじゃねえ、兄貴も長谷川同盟の組員だ、幹部をやってる。一家全員ヤクザなのか。俺に何かあったら親父も兄貴も黙ってねえから、それでも復讐するってんならどうぞどうぞやってくれや。そう言って俺を見下し勝ち誇ったように笑う秀明。ちなみには親父も兄貴も本物の極悪人だから、自分たちに逆らう奴は女だろうと赤ん坊だろうと容赦なく潰せ。お前なんか一瞬で手足を引きちぎられて海に捨てられちまうだろうな。で、いつ復讐に来る予定？明日？それとも明後日？なんなら今すぐここに呼んで復讐させてやろうが。この時俺はもうすぐ祖父が来るという両親の言葉を思い出した。あ、今すぐ一家全員連れてこい。親子ともども。破門な？祖父が来ることを思い出した俺は勝ちを確信した。はあ？秀明は俺の言葉の意味を理解できず困惑している。長谷川同盟は凶悪組織なんかじゃねえだろ。暴れることしか取り柄がない三下が集まったチンピラ集団だ。親父がそこの組長だって？そんなこと俺だったら恥ずかしくて言えねえわ。なんだとこら。兄貴は幹部ってのも笑えるぜ。猿の山に幹部なんて概念があったんだな。猿山の幹部って普段何してんだ？やっぱり主な仕事は飲み取りか。兄貴と親父に喧嘩売ったな。上等だ。一家を侮辱されて秀明は顔を真っ赤にして怒っている。今すぐ親父と兄貴を呼んでやる。もう謝罪も何も受け付けねえからな。まさかじいさんの一門にお前らみたいな三下がいるとはな。耐えられねえわ。ゴミを追い出すいい機会だ。さっさと呼べや。親父と兄貴を侮辱されてよっぽど腹が立ったのだろう。秀明は真っ赤な顔で手を震わせながら父親に連絡を入れる。親父、今すぐ兄貴を連れてきてくれ。場所は。秀明の電話から10分が経過。いかつい男2人が病室にやってくる。親父、兄貴、こいつだよ。長谷川同盟を猿山扱いした野郎は。秀明の父と兄が眉間にシワを寄せて俺を見る。人相の悪い猿が2匹、俺の病室に入ってきやがった。ああ。お前が長谷川同盟とかいうゴミどものトップが。口の利き方に気をつけろよガキ。ガキだから、怪我人だからって調子に乗ってるとマジで潰すぞ。これ以上下品な喋り方できなくてすまんな。お前みたいな不臭漂うゴミと長々と話などしたくない。担当直入に言うぞ。お前ら長谷川一家は全員破門だ。何言ってんだお前。破門だと。なんでお前にそんな権限があるんだよ。俺が破門と言ったら破門なんだよ。何度も言わせるんじゃねえ。おい秀明。こいつの頭割ったの、お前なんだよな。そうだぜ。バットで思いっきり割ってやった。ちょっと殴りすぎたんじゃねえのか。こいつ、自分が神様にでもなった気分で嫌がる。俺、ムカつく奴には加減できねえんだわ。やべえだろ。俺もいずれは、長谷川同盟の筆頭格になるかもしれねえな。お前はバイク屋になるのが夢なんだろ。何言ってんだよ。第二志望だ。お前の将来はあの世行きで決定してんだよ。それに長谷川同盟はもうすぐ消滅する。無駄な進路相談なんかしてんじゃねえ。不愉快だ。こんな野郎、調子に乗りすぎだな。
これ以上こいつの声を聞いてると俺も切れちまいそうだ。さっさと解剖しちまうか。秀明の兄も父の言葉に笑いながら同意していた。その時、杖を持った小綺麗な老人がこわもての男二人を引き連れて病室に入ってくる。翼、大丈夫か？じいちゃん、来てくれたんだ。このクソガキのじじいか。おじじ、お前も見とけや。俺が今からお前の孫を解剖してやるからよ。秀明の父はまだ祖父の正体に気づいていないようだ。解剖だと？そうだよ。頭がイカれすぎて治療不可だからバラバラにしてやるんだわ。おお、できるものならやってみてくれや。祖父が少しずつ秀明の父に近づいていく。は、孫を解剖するって言ってんだぞ。余裕ぶっこいてんじゃねえぞ、ジジコラ。俺は長谷川同盟の当主で、って、あなたは？愚かな秀明の父と兄は、ようやく祖父の正体に気づいた。お疲れ様です。大声で挨拶し、深く頭を下げる秀明の父。そんな秀明の父を無視して、祖父は俺に話しかけてきた。本当に大丈夫なのか？ああ、まだ痛みは残っているけど、大丈夫だよ。今週中には退院できると思う。誰にやられた？それは、まさかこんなところで、アシュラ組の仁太郎さんにお会いできるとは思いませんでした。お目にかかれて光栄です。自分は長谷川同盟の長谷川正彦と言います。そうか。正彦の挨拶を適当に流す祖父。で、翼よ。その頭、誰にやられたんだ？仁太郎さんのお噂は以前から聞いています。凄まじい強さでライバル組織を一瞬で崩壊させたあの話、自分は大好きです。それに、俺が喋ろうとするのを懸命に邪魔しようとする正彦。おいおっさん、ちょっと静かにしてくれないか？でも、おっさんの声がでかすぎて、お前の息子にやられた頭に響くんだよ。こいつの息子にやられたのか？ダメだ、バレちまった。どっちにやられたんだ？あっちだよ。間抜け面と似合わねえ金髪が見るに耐えないあいつだ。ガキの方か。組の人間じゃねえな。しかし孫の頭を割ったんなら容赦しねえ。祖父とお月二人の目の色が変わる。てめえも同じ目に合わせてやるよ。そう言ってじりじりと秀明との距離を詰める祖父たち。秀明は泣きそうな顔で後ずさりする。じいちゃん、ちょっと待ってくれ。俺は怪我をしていて身動きが取れない。そしてすぐそばには秀明の父たちがいる。こいつらが土地狂って俺を盾にするかもしれない。そう考えた俺は、まずは秀明の兄と父を処理して欲しかった。なぜ止める？俺、これからこいつらに解剖されるみたいなんだ。まずはこいつらを何とかしてくれないか？俺、解剖なんてされたくない。怖いよ。そうだな。俺も大事な孫が解剖されるところなんて見たくない。次の瞬間、祖父は持っていた杖で思い切り正彦を殴った。待ってください。あれはつい熱くなって言っちゃっただけなんです。本当にお孫さんを解剖しようだなんて思ってません。懸命に言い訳する正彦。しかし祖父は正彦の言葉などに耳を貸しはしない。一切表情を変えず、杖で正彦をボコボコにする祖父。その容赦ない姿に俺は本気で恐怖を覚えた。約10分、徹底的にフルボッコにされた正彦は泡を吹いて倒れてしまう。一方、秀明の兄は父親がボコられている姿を足を震わせながら見ていた。
なあじいちゃん、看護師さんに麻酔を持ってきてって頼んでくれないか。麻酔だと？そんなものを持ってきてどうするんだ。そこで震えてる猿みたいなやつも俺を解剖したいみたいなんだ。ああ、こいつも同調してやがったのか。お前たち片付けろ。祖父の合図と同時にお月の二人は秀明の兄をボコボコにした。ゴミ親子が並んで床に寝てやがる。いい光景だ。じいちゃん、俺秀明と約束しちまったことがあるんだ。自分の頭を割ったようなやつとの約束なんて守る必要ない。ごちゃごちゃ言うようなら俺が肩をつけてやるから安心しろ。いや、俺が言い出したことだし、この約束はぜひとも守りたいんだ。何を約束したんだ。親子ともども破門にしてやるって約束だよ。でも俺は組の人間じゃないからそんな権限ないだろ。だから悪いけどじいちゃんに何とかしてもらいたいんだ。なるほど、そういう約束だったらすぐに守らなきゃいかんな。よし、こいつらを一門から追い出そう。長谷川同盟も解散だ。あんな弱小組織あってもなくても構わない。ありがとうじいちゃん、これで俺は嘘つきにならずに済みそうだ。待ってください。正彦が目を覚ましていった。お孫さんに対する失言の責任は絶対に取ります。だからどうか破門だけは勘弁してください。お前は俺の孫を嘘つきにしたいのか。翼はお前ら親子を破門にすると約束したんだ。嘘つきにならないためには実際に破門にする以外方法はない。お願いします。指を詰めろと言われるんでしたら喜んで詰めます。俺だけじゃなくてこいつにも詰めさせますから。だからどうか破門を取り消してください。そう叫んで土下座する正彦。秀明の兄も父と一緒に土下座していた。翼、どうする？ここまで土下座するんなら考えてやってもいい気はするが。嫌だよじいちゃん、こんな奴らの指なんかもらっても俺は何も嬉しくなんてないし。だったらお金はどうですか？お望みなら何千万円だって用意します。そうだな、だったら一つだけ欲しいものがある。それを用意してくれたら俺は嘘つきになっても構わない。わかりました、命に変えてもそれを用意します。ところでその欲しいものって一体何なんですか？時間を戻す道具が欲しい。え？秀明が俺を殴る前の日に戻ってあの野郎をこの世から消したい。それかもっと前に戻って秀明が生まれてくるのを止めたい。でも時間を戻す道具なんてこの世には存在しないのでは？あいつに殴られたせいで俺は第一志望の大学の試験が受けられなかった。この責任を取ってもらう以外にお前ら一家を許すつもりはない。ゴミどもの指やはした金なんかいらねえんだよ。本当に申し訳なかった。謝罪なんてもっといらねえよ。俺の時間を返せや。大学受験をダメにされた悔しさを思い出すと怒りで手足が震えてしまう。じいちゃん、俺そいつらの顔見てると頭がどうにかなっちゃいそうだ。悪いけどさっさとどっかに捨ててきてほしい。わかった。祖父はお月に指示して正彦と秀明の兄を病室から出した。次はいよいよ秀明を処分してやる。そう思って奴の姿を探したのだが、なんと奴は父と兄がボコられている隙に病室から逃げてしまっていた。結果、荒れ果てた病室には俺と祖父の二人だけが残っている。一番ムカつく奴を逃がしちまった、畜生。ベッドの手すりを思いっきり叩いて悔しさをかみしめた。あんなガキ、すぐに見つけてやる。それよりも第一志望の試験が受けられなかったのか。悲痛な表情で祖父がそうつぶやいた。ああ、だから俺は
秀明の野郎を絶対に許さない。命に変えても、あの野郎だけは俺がこの手で地獄に突き落としてやる。お前の夢をめちゃくちゃにしたあのガキを、俺も許すつもりはない。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。どんなことでも協力する。ありがとう、じいちゃん。そして一週間が過ぎた。俺は無事退院して学校生活に戻っている。秀明の野郎はあの日以来学校には来ていないようだ。進路指導のこの日、担任の先生が第二志望の大学には間に合いそうだと慰めてくれた。そして進路指導が終わり帰宅。家に入ろうとした時、背後からブリブリと不愉快な改造バイクの音が聞こえてきた。うるせえな。どんな間抜けが乗ってるんだと確認してみると、なんと祖父のお月の組員が乗っている。お月の組員が乗るバイクの後ろには黒塗りの高級車がつけていた。どういうことだ。状況がよくわからない俺は少しの間固まってしまう。すると黒塗りの高級車から祖父が降りてきた。じいちゃんだったのか。今日は翼にお土産を渡したくてな。お土産？ああ、これだ。そう言うと祖父は若い男を車から引きずり出す。顔面がボコボコに腫れて変形しているが、その男は秀明本人だった。この野郎。秀明だと分かった瞬間、俺の頭は沸騰しそうになった。このガキ、ずっと引きこもっていたかと思ったら、急にバイクでどっかに逃げようとしやがった。そこを俺たちが捕まえてやったってわけだ。ずっと監視していたんだ。言っただろ。俺もこのガキを絶対に許さないって。だからあの日以降、24時間体制でしっかり監視していたよ。しかし、最初は綺麗なまま、お前のところに持っていこうと思ったんだがな。こいつが孫の夢をめちゃくちゃにしたガキの顔かって思ったら我慢できなくなっちまって、ついボコボコにしちまった。すまんな。秀明の顔はパッと見で別人かと思うくらいに腫れている。ボコられた現場が凄まじかったのは想像に難しくない。ありがとう、じいちゃん。この後どうするかは翼が決めてくれ。まだまだ殴れるところはたくさんある。人間が一番苦しむ方法を知りたいってんならすぐに教えてやるぞ。秀明は祖父の言葉を聞いて命の危険を感じたようだ。大慌てで俺に駆け寄り土下座をした。本当に悪かった。この通り土下座する。他にも何だって言う通りにするから許してくれ。精一杯大きな声を出して俺に謝罪する秀明。100億積もうが手足を差し出そうが、俺は絶対にお前を許さない。ちょっと前まですぐにでもこの世から消してやりたいと思っていたけど、考えが変わった。お前の家族、お前の好きなもの、お前の将来、全部ぶっ壊して生き地獄を味わわせてやる。おっと、家族はもういないんだったっけか。俺は顎に手を当ててこいつをどうしようかと考えた。お前バイクが好きなんだよな。ああ、俺はバイクだったら何でも好きだ。そのバイクも俺が手塩にかけて改造したバイクなんだぜ。あ、お前もバイクに興味があるのか。じいちゃん、このダサいバイク粉々に破壊しよう。わかった。待ってくれ、そのバイクにだけは手を出さないでくれ。ダサくてうるさい、存在するだけで迷惑なバイクだ。跡形もなくこの世から消してやる。俺は祖父とお月の組員が協力して秀明のバイクをスクラップにする。バールで思い切りダサいバイクをぶったたくのはとても気分が良かった。10分足らずでバイクは鉄くずの山に変わってしまう。近所迷惑なバイクがこの世から消えた。
マジで勉強の邪魔だったんだよな。夜遅くまでブリブリと下品な音鳴らしやがってよ。でももうそんなストレスともおさらばだな。ご近所さんも喜んでくれそうだ。俺のバイク、せっかくカスタムしたのに。大切なバイクを破壊されて、秀明は途方に暮れている。目に涙を浮かべて、鉄くずにブツブツと話しかけるその姿はとても愉快だった。何？お前泣いてんの？こんなひどいバイクを大切にしていたとか、笑えるんだけど。っていうか、どんなセンスしてたらあんなダッサいカスタムになるんだよ。バイクがかわいそうだろ。本当にバイクが好きならバイクの気持ちも考えてやれや。秀明はまだ鉄くずの山を見ながら泣いている。あのバイク、お前にぐちゃぐちゃにされてみんなに笑われててかわいそうだったわ。今みたいに鉄くずになって便所のパーツにでもなった方がよっぽどかっこいいって。俺が何を言っても秀明はこっちを向いてくれなかった。まだ泣いてんのかよ。本当に大切なバイクだったんだな。ぶっ壊して正解だったぜ。ひどい。は？俺がこの世で一番大切にしているバイクをこんな姿に変えるなんて。いい気味だよな。俺は今すがすがしい気分だぜ。ここまでする必要ないじゃないか。なんだと？俺をフルボッコにすればそれで済む話なんじゃないのか。お前が恨んでるのは俺なんだろ。バイクは関係ないじゃないか。言っただろ、お前の好きなもの、大切にしてるもの全部ぶち壊してやるって。まずはバイクをぶっ壊してやったんだよ。次は何が大事なんだ、教えろや。バイクより好きなものなんてねえよ。バイク以上のもんなんてこの世に存在しねえんだ。俺は将来バイク関係の仕事に就こうと思ってたんだぞ。イカスパーツ考えてそれを売って俺の名前をバイクの世界に広めてやる。そんな夢のためにこいつは必要な一台だったのに。バイクを壊されて被害者ずらし出した秀明。なめんなよゴロ。え？何がバイク関係の仕事に就きたいだ。人様の夢をめちゃくちゃにしたくせに自分は夢を叶えたいだと？都合のいいこと言ってんじゃねえぞこら。俺は手にしたバールで秀明の顔面を思いっきり殴ってやった。衝撃で吹っ飛んだ秀明は鼻から赤い液体を垂らしながらうずくまる。自分の名前を世界に広めたい、だったら今すぐその夢叶えてやるよ。世界一むごい仏様にしてやるから全国ニュースで流してもらえや。俺はうずくまる秀明の頭を何度も何度も蹴り、体をバールで何発も殴った。許してくれ。消えそうな声で俺にお願いしてくる秀明。いいや許さねえ。お前だけは絶対に何が何でも許しゃしねえ。俺は秀明を蹴る足にさらに力を入れた。その辺にしておけ。もうすぐ秀明がくたばりそうというタイミングで俺は祖父に止められてしまう。止めないでくれよじいちゃん。俺はまだまだやり足りないんだ。それ以上やると本当に言っちま。孫が犯罪者になるところなんか俺は見たくねえ。そういう祖父の顔はとても悲しそうだった。わかったよ。俺もじいちゃんを悲しませるのは嫌だ。ありがとう翼。俺たちが話をしている隙にお月の組員がズタボロになった秀明を車に放り込んでいた。祖父も続いて車の後部座席に乗り込む。それじゃあ後の処理は俺たちに任してくれ。じいちゃん、素敵なお土産をありがとう。おかげでちょっと気分が晴れたよ。最後に一つだけお願いしていいか？何でも言ってみろ。そいつは生かしてやるんだろう？祖父は俺から目をそらし黙ってしまった。命を取ってほしいって言うんじゃないんだ。
ただ、二度とバイクに乗れない体にしてやってほしい。それがそいつにとって一番苦痛だと思うから。わかった。任せてくれ。それじゃあ元気でな。また近いうちに会いに来るよ。そう言って祖父の車は遠くに去っていった。その後、長谷川一家の姿を見た者は誰もいない。秀明が消えて一ヶ月が経った。俺は第二志望の大学に無事合格。春から大学生になることが決まる。じいちゃん、来てたんだ。学校から帰ると祖父が応接室でくつろいでいた。おお、元気そうだな、翼。大学に合格できたんだって。おめでとう。ありがとう、じいちゃん。でも、どうにもならないことはよく理解している。しかしやはり、俺は第一志望の大学を諦めきれなかった。まだ第一志望を受験できなかったことを後悔してるんだな。ああ、あの大学に行けないなら、大学生になる意味ないんじゃないかって。これを見ろ。そう言って祖父が俺に封筒を渡す。中には第一志望の大学の面接の案内日が記された紙が入っていた。これは？その大学とは少し縁があってな。どうやら祖父が何やら手を回してくれたようだ。ありがとう、じいちゃん。これで第一志望の大学に行けるかもしれない。面接頑張れよ。さすがに面接の結果をどうこうしたりはできんからな。わかってる。頑張るよ。もしダメだったら、うちの組に入るといい。翼ならすぐ出世できるだろう。ヤクザの道に進めってか？秀明を蹴り上げた時の蹴りは見事だった。見どころがあるぞ、翼。褒められてるのかどうかはわからないけど、とりあえずありがとう。これからしばらくは面接対策に追われる日が続きそうだ。しかし、ヤクザの道に進んでみるというのも意外と悪くないかもしれない。もう少しだけ進路について考えてみようと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。